ヤマト魂は外国と比して日本流であると考えられる精神や知恵、才覚などを指す、用語、概念。ヤマト神、和魂儒教や仏教などが入ってくる以前からの日本人の本来的なものの考え方や見方を支えている精神である。儒学や老僧思想に基づく関西に対比して使われ、江戸後期からは日本民族特有の 正直で自由な心の意味にもなった。平安時代中期頃から、蔡、関西と対比的に使われ始め、諸内容を包含する、極めて広い概念であった。江戸時代中期以降の国学の流れの中で、空心と対比されることが多くなり、日本古来から伝統的に伝わる、固有の精神という観念が付与されていった。近世までの日本では主に、大和魂とは、 以下のような事柄を意味しており、例えば、千葉工業大学の歴史の講義でも、大和魂については、以下のような事柄について教えられている。大和魂の語の書出は、源氏物語の少女帳とされている。大和魂の語、概念は、関西という語、概念とタイのものとして生まれた。和魂関西とは、関西、すなわち、中国などから流入してきた、知識、 学問をそのまま日本へ移植するのではなく、あくまで基礎的教養として取り入れ、それを日本の実情に合わせて応用的に政治や生活の場面で発揮することである。源氏物語が生まれた平安中期は国風文化という日本独特の文化が起こった時代であるが、当時の人々の中には中国から伝来した知識、文化が基盤となって、 日本風に味付けしているのだ、という認識が存在していたと考えられている。そのうち、山と魂は、机上の知識を、現実の様々な場面で応用する、判断力、能力を表すようになり、主として、実務能力の意味で用いられていた。真心。江戸時代中期以降の国学の流れの中で、上代文学の研究が進み、大和魂の語は、 元折りのナガが,が提唱した、空心と対比されるようになり、物の哀れ、計りごとのないありのままの素直な心、仏教や儒学から離れた日本古来から伝統的に伝わる固有の精神のような概念が発見、付与されていった。ノ長は、四季島の山和神を人とわば朝日に匂う、山王家と呼んだことでも知られる。 江戸後期になると国学者によって、大和魂の語は、日本の独自性を主張するための政治的な用語として、使われ、そうした中で、検討支配士を権限した、菅原道真が、大和魂の語の創始者に固くされるようになった。このような傾向は、儒学の進化と水戸学、国学などの発展や、それによる、尊能論の交流に伴うものであり、 近代化への原動力ともなった。明治に入り、西洋の知識、学問、文化が一気に流入するようになると、岡倉天心らによって、それらを日本流に摂取すべきという主張が現れ、大和魂と共に、和魂要塞という語が用いられるようになった。この語は、和魂関西の文字理であり、大和魂の本来的な意味を含んでいたが、一方では、 西洋の知識、文化を必要以上に摂取することへの抵抗感も合わせ持っていた。また明治期に入ると欧米列強に対抗できる国家づくりを目標に欧米を模倣した中央主権的な国家体制が整備されていった。その過程で国民の統制教育も整備され、それまでの自由主義的傾向の教育から中央集権的、 国家主義的傾向へと教育政策の方向性が変わる過程で、だんだんと大和魂という考え方も本来の意味から、国家中精神的な部分が特に強調された意味合いに変質していき、特に日露戦争戦勝以降の帝国主義の台頭に伴い、国家への犠牲的精神とともに、他国への排外的、 拡張的な姿勢を含んだ語として用いられていき、大和魂という言葉ももっぱら、日本精神の独自性、優位性を表現するものと解されるようになった。新鉱山のぼれと刻まれた銅板大和と関係があります。昭和初期の第二次世界大戦期には、軍国主義的な色彩を強く帯び、現状を打破し、突撃精神を鼓舞する意味で使われることが主となった。 1941年末、日本は、第二次世界大戦から1941年12月7日の、相場、ハワイの真珠湾で、アメリカ海軍基地を攻撃しました。メッセージで発表、新鉱山登れ、新鉱山に登れ。関東軍の重砲兵として入隊した当時、100発、100中の方1門は、100発1中の方100門に、当たると教えられた。 疑問を挟むと、貴様は、関東精神が足らん。法の不足は大和根で補えと怒鳴られた。中内、私の履歴書、防御後半の薄さは大和根で補う。それに薄ければ、機動力もある。法の力が弱いというが、敵の不評や方兵には有効ではないか。実際は、敵の不評や方兵を、敵の戦車が守っている。その戦車を潰すためには、 戦車がいるという近代戦の構造を全く知らなかったか知らないふりをしていた。戦車出身の参謀本部の幹部は一人もいなかったから知らなかったというのが本当らしい。芝良太郎、歴史として私の雑記帳日本の敗戦直後は使われることは少なくなったが、その後の日本文化論には本来の山和魂の意味に近い論立てに基づいた論考は、 多く見受けられる。平成以降も、ヤマト魂という語は、様々な場面で使用されている。ありがとうございます。